こんばんは、平井博明です。今回はですね、ハンドファーストと手のポジション、ハンドポジションっていうのが関係性がなかなか、この手の位置の時にはこれぐらいのハンドファーストとか、そういうのがこうちょっと一致してない方がやっぱ多いので、決まりというかこういう流れというかありますよっていうのをちょっと撮りたいんですよ。平井博明のワンナップゴルフ。手が高くなればなるほど真ん中来るんですね、アドレスの。で、低くなればなるほどハンドファーストになるんです。なんで、クラブってこういうアドレスの動きしかしないんですよね。真ん中に来たら高い方、この位置。で、低くしたいんだったらハンドファーストにしてあげないとダメ。その理由が、要はインパクトの詰まりをなくすためなんですよ。だから逃がしを作ってあげる、低くするんだったら。だからアプローチで低く、手を低くするんだったら、真ん中にしてたらこうやってダフりますよってことなんですよ。だからこの逃がしをこう左側に逃がしてあげて打ってあげるとダフらない。でこれが真ん中になればなるほどこう手も上がってくる、ハンドアップになってくるんですよね。こうなってくる。これができてきたら、あのインパクトのまあ詰まりとか、あのボールへ届かないとか、そういうものがまあ減ってくると思うので、これはもう試してもらいたいんですよね。一番わかりやすいのは藤田さん、藤田博之プロなんかはこうやってやるんですよね。まあ谷口さんなんかもそうですけど、こうやって逃がしを作ってハンドファーストにして、こうやってやると思うんですけど、ああいう自然とそういう多分ハンドポジションになると思うんですよ。で、逆にタイガーなんかは高い位置、ハンドアップにしながら手が真ん中に来る、こういう向きに来る。だこことこの向き、こうとこう。だから高くてハンドファーストとかありえない、低くて真ん中とかありえないってことなんですよね。そう、だからこの線にしか動かないですよってことなんですよ、こういうグリップって。これだけ分かってれば大丈夫です。だからどんな間違いが多くなっちゃうの、みんな。高くてハンドファースト。ああ。これめちゃくちゃ見る。はいはいはい。こうなると、まあスライス出たり、球を捕まえられない。こう入るから。うん。うん。あとは、もちろんダフリも出るよね。うん。あとは、低くて真ん中。はいはい、はい。そうするとダフリチーピン。こういうの。こういうのが出る。うん。ほぼほぼ決まってる球。だね。それをうまく打ってる時っていうのは、スピードだったり何かを細工してうまく打ってる時だから、もちろんそれで飛距離とか、球の高さとか、そういうものが不満じゃないんだったら、もちろんそのまま続けてていいんですけど、自分の 100% の飛距離がなかなか打てないなっていう時は、まあそういう形になってることが多い。もちろんあとは、ハンドファーストにする時には前も言ったように、グリップがこうやってフックになりますよ。手の中入れるんだったらだんだんウィークになりますよっていうのも関係してくるんで、これは気をつけて、今のこのグリップエンドに対して、こうグリップの、このフックグリップ、ウィークグリップも一緒にやってあげてください。手をさ、低くしたいっていう動画出してるじゃん。うん。以前に、うん。あれは真ん中で低くしてるわけではないの。それはあれか。通常のスイングで手が浮いちゃってるのを下げるのと、そう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 。そっからさらに下げるのでは話が違うってことか。違う、そう違う。なるほど、うん。ごめんなさい。質問してる間に自分で分かっちゃった。そこ気づくんだね。いやいや、そういうことでしょ。そう。だから、結局アドレスから浮かないようにっていう、あの動画は。そうだよね、そうだよね。そう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 。だけど今回は、さらに何か狙いがあって、手を低くして打ちたいっていう時には、うん、ハンドファースト側に低くしていかないとダメだよっていうことね、うん、そうで、ハンドファーストになると、うん、結局なんで手が浮くかっていうと、うん、ヘッドを支点にしてこうやってやるのね。ああ、こうやって、うん、だから手が浮いてきちゃう。はいはいはい、はい、うん、ハンドファーストって手の位置変わらないでこうやってやるから、うんうんうん、そう、うん、あのこの方向、うん、そうヘッドを支点にこうしないよってことなんだね。あ、そしたらどんどん開いていっちゃうだけになっちゃう。そう。余計右行くじゃんって。そう。で、浮くじゃん。ああ、ほんとだ。そう。だこのまんま、こうだから。このまんま、こうだからね。うんうん、うん。これ今倒してる。うん。で、これが真ん中。うん。そう。このまんま倒してる。はい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 。うん、これができないと、
まあ正しいハンドファーストではない。そうだね、あの、うん、フェイスアングルが変わっちゃうってことね。そうだからね、結構ねこうやってんの、こうやってんの。ああ、こうやって。そうするとそうだよね、開くだけだもんね。そう、開くだけで浮いてるだけじゃん。うんうん、そう、そうなっちゃうと自然とこういう入りをする。そうか。だからあのハンドファーストイコールまあスライスが多くなっちゃうんだよね。うんうん。うん、だからそこ注意がこうあの必要ですね。そのあえて通常の手の位置より低くしたいときってどういうときなの？やっぱ球を抑え込みたいんだよね。あと、あの、出玉を捕まえたいの、しっかり。出玉から逃がしたくない。だから、フェードを打つときなんか多いのよ。へぇ、そうなんだ。こういう、うん、こういうアドレス。これあんまドローはいないから。ああ、うん。こうやって構えて、こうやって。ああ、なるほどね。そう。フェード打つときの、そうそうそう。取り方なんで。うん。フェード系、ドストレート、フェード系とか、うん、まあ、スライス打ちに行くときなんかは、意外とこういう、低いハンドファーストは多いよね。うん、でもそれは、そういう球がじゃあ打ちたいから手を下げてるっていうよりは、うん、そういう入射にしたいってなったときに、そういうアドレスになるっていうだけなんで、多分考えてないよね、多分その背の高さは。そう、あのね、手の高さが先では間違いなくないんで、あのハンドファーストにしたくて、うん、手が浮かないようにじゃあ手を下げていこうかって一番最後の手なんだよね、低さっていう高さ、うんうんうん、でしっかり球を捕まえるために、うん、こう手元を浮かないようにこうやって低くしてあげるっていう、うんうん、そうだからこうやってハンドファーストにしたらパワーが入らない、あ、そう、力が入らないから、だから低くして押さえつけてあげてこうやって打ったり、そうすると低いフェード系とか強いフェード系っていうのは出やすい。もっとちょっと質問すると、うん、どういう入射にしたいから、ほんとね、フェースを開かないで、うん、結局若干出玉低めのフェード系を打ちたい、うん、で、うん、まあ最高到達点は高いんだけど、スピン力が入るから、はいはいはい、めくれることでね、うんうん、ただ出玉をしっかりと真ん中もしくは若干左に出したいから、こうやって入れたいんだよ、こうやって、はいはい、あ、こうやって、うん、そうリリースはしないんだよね、 あんまり極端なそのフェードを打つ時ってこう構えて、2時半、2時半から入れる感じ。これ文字盤が6時、12時、6時、3時、9時。うん。だとしたら、ここ3時じゃない。うん。2時半ぐらいから、フェースをまっすぐにしてこうやって入れたら。はい。こう。うん。で、結局、プレーンよりもアウトってことは絶対上から入るじゃん。ああ、そうだね。そう。だから、アウトから来てるのに手を受けないから、手を低い状態で回転、体の回転で、こうやって打ちたいから、こういうアドレスをなるってことだよね。そうそうそう。だから手の位置が先じゃないってことだよね。そういう風に入れたいからそういう構えになってるだけだね。そうなってる。そう。やばい、大正解を言ってしまいました。解いてくれたね。また解いてくれたね。でもそういうことだよね。そういうこと。だから正しいハンドファーストはここなんだよ。手下げるのこうなんだよって。それを先にやってもダメってことだよね。ダメ。じゃあ何打ちたいのってなっちゃう。だよね。どんどん打ちを迎えるためにそれやってるの。先にないと。そう。それで、いや、ハイドロー打ちたいんだよなんて、もう、噛み合わなすぎて。あ、そういうことになってるね。そう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 。そう。出玉若干低めの、こう、綺麗なフェード、強いフェードを打ちたいっていう時に、うん、じゃあ、それだったらこういう構えしようかってなってるって、うんうんうん。そう。方向的には、うん、これまっすぐだとしたら、うん、この辺で、はい、この辺から入れたい、うんうん、この辺、うんうん、の、まあ、若干上から、うん、はいはいはい、うん、我慢できない、もう一球打っていい、うん、右からの風って完璧じゃないね、あれ風なかったらいいフェードだと思う、うん、そうだね、うん、ああいうのが打ちたい時に、そうそういう風に入れたいから。そう。こうやってやりたい。そうだ、極端にやるとそうやって、やりたい。そう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 。もうとにかく、手元が浮いたら出玉が右に出るってことは、もうプロゴルファーも絶対知ってるから。
だから球を右に出たらフェードになんないじゃん、うんうん、だから出球を左に出したいから手元を引くんです。これで取りたかった、取りたかったの。でもこれ、うん、あのハンドダウンとハンドファーストの動画じゃなくて、はい、打ちたい球筋から逆算して入射を考えた上でアドレスが決まりますっていう動画になっちゃったけど、じゃあそうしましょう。でも大事なことだよね。大事なこと、めっちゃ大事なこと。だからどういう形が先じゃないってことだよね、うん、それ大事なんだよね、うん、そしたら、うん、じゃあいいよ逆やろうって話になるじゃん。ドローを打ちて、うん、したらさっきの逆やってみなってこと、高い位置のハンドレートにしてみる、うん、こうやって高い位置のハンドレート、大げさにやるよ、うん、高い位置のハンドレート、はい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 、普通のアドレスから高い位置のハンドレート、はい、そう、これで、うん、取れてないけど楽勝、楽勝なんだ、楽勝、後ろから取るから、後ろから取ってあげて、うん、普通のアドレス取ります、うん、高い位置のハンドレート、今グリップ握ってるように見えたでしょ、うん、こうやってたからね。見えただけ、見えただけ、見えただけ、こうやって見えただけ、トール君に、そう、うん、そんぐらいだから逆をやれば逆の球で、それはなんでそこになるとどういう入射になるの、うん、やっぱりねドローを打ちたいって、うん、こう多少ないともインサイドだから、うんうんうん、で手を下げたらヘッドウェイ、イングウェイですね、そうだね、で今手を上げたでしょ、うん、ハンドアップにしたら、うん、ヘッドを下に行くじゃん、うん、だから下から上に振りやすい、あそうか、そう、それを自分で下から上に振るオンプレーンのスイングに対してちょっとインサイドアウトにインパクトゼロ作ったら自然とドローが出ます。なるほどね、そう、その慣れてくるともちろんああいう風にはやらなくなってくるんだけど、うん、だけど、うん、あっちの方が簡単に出るよっていう、まっすぐ構えて、うん、ハンドアップのちょっとハンドレートにして、うんうんうん、このまんまのイメージのまんま、もちろんこうやってやるんだけど、うん、このまんまのイメージでちょっとインサイドアウトにこうスポーンって出たら、出したら勝手にドローがかかる。ドローしか出ないね。出ない、スライスは出ない。しっかりインパクトでフェースがまっすぐ向いてれば、うんうん、その構えでその軌道だったらもうドローしか出ない。だからこう手を浮かせればヘッドが下に行くっていうのをまあうまく使ってる。ああ、うん、だからさっきとは真逆ね。こうなってんのかこうなってんのか。だからそれも全部軌道上にあるからね。うん、対角線にあるから。うん、ああ、だからそういうのができてくると普通に逆球が簡単に打てるようになれる。うん、だそういうのがね出てくると、じゃあこういう時どうしようかって、うん、あのもうちょっと早い答えが、うん、時間的に早く答えが見つかる、うんうん、ようになってくるから。はい。うん、それちょっと試しにやってみてください。いや、いい動画ですよ。いいですよね。うん、形とか動きが先じゃないっていうのがよく分かった動画でした。ありがとうございます。そうだね、確かに。そうでしょ？うん。それが一番大事じゃない？一番大事。本当に。負けないこと。逃げ出さないことです。そう。そう、一番大事それ。だから、本当に、今のなんかまさに今、登録に言ったらそうだよね。そうだよ。それ大事だわ。うん、信じ抜くこと。それが一番大事だね。うまくまとまったところでですね、はい、今以上になりますので、今後ともワンナップゴルフをですねよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。